こんにちは、動画に入る前にですね、まずこの、ちょっと一言。まあ、お願い。まあ、お願いっていうか、まあ、お願いなのかな。まあ、お願いかもしれない。言っておきたいことがあります。今日の、特に今日の動画、まあ、新庄さんも出てきたり、本田さんも出てきたりね、するんで、ネットニュースには多分持ってこいだと思います。だからお願いがあります。今日の動画に関してですね、里崎の許可なく、この YouTube を見ただけで、ネットニュースに上げることは絶対やめてください。まあよくね、YouTube のことをネットニュースに載せてる、社はありますけども、今日のこの動画に関しては、ネットニュースで扱うことはやめてください。てか禁止です。仮にこの問題に対して自分たちのネットニュースで扱いたいのであれば、個人的に里崎に連絡をして、許可を取るなり、新たな取材をするなり、してください。勝手に、コピペで、今日の動画に関して、ネットニュースにすることは絶対やめてください。ということで、これが里崎からのお願いです。それでは本編、スタートです。里崎チャンネル。さあ、今日はプロ野球ピックアップニュースっていうのをね、お送りしたいと思います。ね。今話題のニュースを里崎がピックアップして YouTube で解説をするというこのコーナーだね。新年明けて初めてのピックアップニュース?そんなこともないか。でも初めてか。あ、でもね、あれした。FA のね、人的保障とかしたね。だからまあ今日はね、そのピックアップニュースお伝えしますけども、ネットでちょっとね、バズってんのかな。ちょっとなんか勢い乗ってるワードとしてはね。監督会議がね、ありまして、その中でね、日本ハムの監督、新庄監督がね、12球団を、なんか、シーズン終わったら一つのボックスに12個入れて、12球団セパーをシャッフルしていこう、みたいなね。で、それを受けて、サッカーのね、ワールドカップでアベマ解説でね、ブレイクした解説でね、本田圭佑さんが、それよりもプロ野球は、入れ替え戦が、降格昇格がないのはおかしい、とね、まずそれをやった方がいい、みたいなね、発言をして、いいねっていう人も何言ってんだみたいなね、ところとか、いろいろね、言う意見がね、出て、まあ、ちょっとね、話題になってるんで、まあ、ここはね、里崎が解説していこうと、思います。で、まあ、まずね、この、12球団をシャッフルっていうところではね、これを大きく見たらね、多分面白いっていうね、人も多分多いと思うよね。こう、そう、いいねみたいなね。でも、この、いや、パリーグの中で、セリーグの中でっていうね、ところの人たちもいるけどもね。まあ、これがね、どういうものなのかっていうことを、解説するにあたって、まあ、頭ごなしにね、そんな無理やろうって言ってもね、仕方ないんでね。まあ、まずね、この問題で、やっぱ大きく考えなきゃいけないのは、なぜ、セリーグ、パリーグっていう、2リーグがあるのかっていうところの、やっぱりこのね、成り立ちっていうところをみんな理解しなきゃいけないんだけども、まあ、これはね、多少は知ってたんだけども、まあ、これを機にちょっとまた勉強してね、調べた中でですね、まあ、ちょっとメモを読みながら、やりますけどね、ちょっと勉強したんですよ。だからちょっとね、動画を出すのが遅くなったっていうね、ところもありますけど、まずね、なぜセリーグ、パリーグができるかっていうとですね、まあ、1949年までね、日本プロ野球っていうのはね、1リーグ8球団の形成でね、続いてきて、で、その中で、正力松太郎さんがね、放送する2大リーグ戦の計画、をね、聞きつけて、加盟企業が殺到してね、だからチーム数を増やして、2リーグにしようっていうところをね、正力松太郎さんがね、言って、殺到したんだよね。うちもやりたいっていうね。で、年名はね、当初は10球団ね、1リーグで、やろうとしたけども、その後は12球団、2リーグ、6球団ずつか、12球団として2リーグっていうね、構想タイムテーブルに沿って2球団の加盟を認めたが、1949年の末にね、正力氏の意を受けて加盟を申請した毎日新聞をめぐって、紛糾というね、既存の8チームが4対4の割合で分裂して、これでね、1リーグ時代は幕を下ろしたっていうね、これがプロ野球再編問題っていう1949年に起こったらしいんですけど、で、この時ね、毎日オリオンズ加盟に反対派だった読売ジャイアンツ、中日ドラゴンズ、太陽ロビンスと賛成派だった、大阪タイガース、で、新設の太陽ホエールズ、広島カープ、西日本パイレーツが加わり、セントラル野球連盟、ね、今のね、セリーグっていうところができて、で、さらに、このね、毎日オリオンズ、賛成派だった、阪急ブレイブス、南海ホークス、東急フライヤーズ、タイエースターズ、で、新設の毎日オリオンズ、西鉄クリッパーズ、近鉄パールスが、太平洋野球連盟、パシフィックリーグをそれぞれ設立して、日本野球連盟は解散して、っていうね、で、この2リーグ制、セパってなったっていうね、
で、また1950年1月にね、新設の国鉄スワローズがセントラルリーグに、加盟したと。まあ、その後ね、両リーグ間での選手の引き抜き問題がいろいろ勃発して問題になったけども、まあ、それがね、沈静化を図るために、プロ野球を統括するためにね、日本野球機構がね、その後、設立されたっていうね、まあ、歴史的問題があるわけよ。で、それでね、その毎日オリオンズの加盟に、当初賛成派だった大阪タイガース、まあ今のね、阪神タイガースだけども、やっぱり看板カードのね、伝統の一戦、やっぱ巨人戦を手放せないということで、最終的には、そのね、パシフィックリーグに参加することを断念して、セントラルリーグね、現状のね、残留したっていうね、歴史があるわけ。っていうことをね、考えれば、古いね、歴史から今の、まあ、毎日オリオンズもね、今の千葉ロッテマリーンズになってるしね、その東映フライヤーズも今は日本ファン、ね、ファイターズにもなってるし、そういったところでは、まあ、親会社も変わりながら来てるからね、その、昔の、その1949年、もうだって74年ぐらい前の話だからね、その当時のもう遺恨はないかもわかんないけども、やっぱりそのセリーグに残った、チームからすると、正力松太郎さんがやっていこうっていうね、ところを押し出したのを反対して、リーグを脱退して、パリーグを作ったっていうね、歴史があるわけ。だから、今はね、もうセパ共にみたいな感じがあるけども、若干ね、こんななんかモヤモヤってするところは、そのジャイアンツとかその当時の反対派だったセリーグ派の人たちには、まあ今はね、毎日オリオンズがない。けどもね、この成り立ちっていうところではそういうのがあるっていうことを考えたら、まあもう今はね、その昔はセリーグ会長、パリーグ会長っていうのもいたけども、まあそういうのもなくなって、もう今はコミッショナーね、一人でっていうところでのね、この日本プロ野球機構を統括していってるんでね、まあ遺恨はないとしても、まあ成り立ちとしたらね、そういう成り立ちがあるわけよ。たもとを分かち合ってみたいなね、感じでいくと、まあそこがまたね、同じになっていくのかっていうとね、まあなかなかは難しい歴史上はあるのかなっていうところはあるし、新しい人からしたらね、そんなもん昔のことなんてっていう人もいるかもわかんないけども、まあそこはね、まあ賛否ある問題なのかなっていうね、ところもあるし、で今はね、僕もかなりお世話になってて一緒にね、仕事をさせてもらってるパシフィックリーグマーケティング、株式会社っていうね、このパリーグを統括してね、だから今のパリーグ TV だったりね、パリーグ全体を統括していろんな事業をしてるパシフィックリーグマーケティング株式会社っていうところもあるわけ。だからね、この皆さんもね、よく見てると思う。パリーグ TV ね、YouTube で動画を出したりしながら、このピックアップしたのをね、旬のやつがいろいろ出てね、そのパリーグの全球団の甘くすことないね、シーズン中のいろんなね、このファインプレーだったりとか、一打だったりとか、メモリアリだったりとかっていうのね、動画を統括して出していくっていうところもだったり、そのパリーグは6球団でまとまってね、いろんなことの事業をやってる。もちろん、こっから先もね、いろんなことをそのね、PLM の会社の人たちはね、やろうとしている中で、これがもし仮にね、だからこの表向きはね、そのシャッフルしていろんなことをしてやったら面白いじゃんっていうのは確かに面白いと思う。でも、その裏で、ね、見えないところで働いてる人たちによったら、パリーグはパリーグでやっといろんなものを団結してやってきた。もちろんセリーグはセリーグでっていうところもある。それがシャッフルされることによって、全部そこで働いてる人たちがゼロになっちゃうんだよ。これはね、一緒に仕事とかさせてもらってる僕からすると、裏でいろんなことをね、その盛り上げるために頑張っていってる、してる、いろんな試みをしてる、新しいチャレンジもしようとしてるのも聞いてる、そういうものが全部ないがしろになっちゃうっていうことを考えればね、もちろんやるのはね、選手たち、チームの人たちだけども、それをね、後ろで支えてる人たちは、もうもちろん企業のね、従業員の人たちもいるし、まあ、裏方さんももちろんいるし、ね、それをね、支えてる人たちもいることを考えればね、なかなか難しいなっていうところもあるし、その、ちょっと表に出てる、華やかなことだけに囚われすぎてるのかなっていう感じもするね。だからそういうね、このセパとの交流っていうところもね、やるために、このセパ交流戦っていうのがね、あるわけだね。その18試合。だからそれもっとこの新しいいろんな、このね、試合展開を見せるであれば、もう交流戦を当初のね、2005年の36試合に戻すっていう形を取れば、もっと今までと違う形の試合を見せれるっていうところになると思うけども、まあこれはさすがにね、なかなか難しい問題もあるから、まあもちろんシャッフルしてね、いろんなことをやると、
目新しいことになるから、面白いっていうのはあるけども、ちょっと目先の利益っていうか、目先の面白さっていうところに、まあちょっと囚われすぎてるのかなっていうところは個人的にも、には思うね。その裏で、そのね、PLM の人とかのね、働きとか、もう将来的なビジョンとか、パリーグだけで言うとパリーグで団結してやってるっていうところがね、全部破談になって、その人たちの存在意義もね、なくなってくるような問題になってくるからね。やっぱりそのパリーグのね、なんとか、だからまあ、いわば、まあ僕はやっぱ選手では新庄さん、そして監督ではボビー・バレンタインのこの二人のいろんな相乗効果によって、まあ、で、クライマックスね、そのプレイオフから始まって、クライマックスシリーズっていうのができて、この2004年とかぐらいから、で、このいい感じでね、日本ハムが東京ドームから北海道に移転した、楽天が近鉄が消滅することによって、楽天が新規参入して、大阪から仙台に行ったっていうところで、いい感じでね、北はね、北海道から、で、仙台、で、ロッテ、で、千葉ね、で、埼玉西部、で、大阪ね、オリックス、で、そして福岡、ね、ソフトバンクというように、都市に、パンパンパンってできたことによっての、このいろんな兼ね合いで、このパリーグがね、昔はね、実力のパ、人気のせ、みたいなね、感じで言ったけども、どんどんね、人気もパリーグも上がってきて、地域に滅着してね、いろんなこのタイミングがいい相乗効果によって、パリーグもね、一気にここまでね、やってきてるんで、まあパリーグで育ったっていうところを考えるとね、まあ選手だけの力でもないし、やっぱりいろんな人の力を合わせて、ここまでね、来たことを考えて、しかもまた未来ビジョンもね、しっかりあるね、そのチームを、パリーグを支えてる人たちにもいる中では、とことを一緒に仕事してるからね、考えると、まあ現実的でないっていうよりも、ちょっと目先の利益に、目先の華やかさに囚われてるなっていうところは、やっぱ組織としてっていうことを考えたね。まあもちろん面白い。それは12球団ね、シャッフルして、いきなりね、巨人、ロッテ、楽天、ヤクルト、広島の6球団みたいなね、もしくはソフトバンク、阪神、巨人みたいな、横浜、オリックスみたいなね、6球団みたいなね、感じになると、それはまあもちろんね、面白いだろうとは思うけども、まあなかなかこれはね、裏でも働いてる人もいるからね、まあちょっと難しい問題かなっていうね、ところである。まあ発想としては面白いと思う。続いては、本田圭佑さんがね、提案した、やっぱり昇格降格がないのはおかしいと、野球界はもっと入れ替え専門ってね、もう一部二部構想を作っていかなきゃいけないみたいなね、感じでの、投稿。このね、問題は、もう率直に、一番最初ね、何も勉強することなく率直に思ったのが、アメリカンスポーツとヨーロピアンスポーツっていうところに分かれてると思う。野球はどっちかっていうとアメリカンスポーツ。だからアメリカの四大スポーツ。だから野球、バスケット、アメフト、アイスホッケーみたいな。四大スポーツも、二部はないんだよね。全部一部。で、入れ替え戦もなし。ね。だから、野球もアメリカンスポーツ。入れ替え戦が、ないわけよね。で、サッカーっていうのは俺はヨーロピアンスポーツやなと。だからヨーロッパのスポーツっていうのは、まあ全部ね、一部二部あるっていうね、ところで。で、日本のね、B リーグ。B リーグは川淵さんがね、一番最初チェアマンで。やっぱこの鍋常とのいろんな問題とかもあったりしながら、やっぱ野球のね、やっぱ同じようなやり方したくない。企業名も入れたくない。だから J リーグとね、に習って、まあ B リーグをね、作ったっていうね、ところもね、あるんでね。バスケットね、アメリカンスポーツだけども、ヨーロピアンスタイルをね、取っていってるっていうね、ところでは感じます。だから、チェアマンはね、川淵さんはね、サッカーだったけども、まあ B リーグが出るときにね、それいろいろ手伝ったっていうところは聞くんでね。まあその流れでっていうところでね、まあ感じてたんだけども、まあちょっとね、調べた、感じでいくとですね、根本的な違いがある中で、まあアメリカンスポーツ、アメリカのスポーツっていうのは、まあ資金やね、経営基盤が整っているものだけを集めてね、クラブ、まあチーム、球団としてリーグを安定的な高収益を見込める形で構築して、いくこと。だからまあ、排他的的でね、入れないみたいなね。認められた。だから新規参入なかなか難しいね。だから認められた企業、組織、人だったりして、そのもう、確実に高収益を見込める形、安定的に、これでもう長くやっていこうっていうところで、まあ、排他的的に、まあ、変化を嫌うっていうところもね、マイナス面、悪いところはあるけども、まあ、そういう風なチームとか組織作り。で、ヨーロピアンスタイルっていうのは、まあ、重視するのは、機会の平等であり、まあ、実力主義。ね。だから、実現可能は、まあ、優勝するとかね、実現可能はともかくして、小さな町クラブがトップを目指せる仕組みだけはあるっていうね。で、反面ね、収益はちょっと安定しないっていうね。
だからどっちもメリットデメリットがあるから、何を重視するかっていうところの問題に、ね、なってくるんだよね。だからそのヨーロピアンスタイルっていうのは、その小さな町から、小さなクラブから、オラが町のチームみたいな感じでやっていって、まあ夢を目指していこうみたいなっていうところもあるから、参加するのはね、幅広く参加しやすい。でもだからって言って、常に収益が安定するとは限らないから、多分 J リーグとかでも、その収益が安定してるとこもあれば、かなり収益が不安定で、厳しいクラブ運営をしなきゃいけないっていうところも出てくると思うんだよね。だからプロ野球界で、日本で言えば、まあアメリカもそうだけども、企業からしてもうなかなか苦しいみたいなね。まあもちろんこのコロナ禍になって苦しいはあるけども、もう存続の危機みたいな感じになると、目売りっていうところにもね、なってくるし、その集合体の中だけでやるっていうね、このアメリカンスタイルとヨーロピアンスタイルのね、まあ違いっていうところが、まああるんだよね。で、その中で、まあこのね、里崎チャンネルの動画でも過去ね、語ったことがあると思うんだけども、まあドラフト問題っていうところがあって、だからヨーロピアンスタイルのリーグっていうか、組織の作り方でいくと、ドラフトっていうのはもう絶対できないんだよね。だから J リーグを例えて言うならば、もしドラフトをするってなれば、J1 も J2 も J3 もこのドラフト会議に参加しなきゃいけないんだよね。だって J2 は2軍でもなければ、J3 は3軍でもないし、J2 も1軍だし、J1 も1軍、J3 も1軍っていうことを考えると、全チームがドラフトに参加するんだよね。で、なった時に、J3 のチームが、去年のドラフトで言うと、ね、ジャイアンツに行った浅野くんぐらいのね、選手が J3 のチームに行くみたいな。大谷翔平が J3 のチームに行く可能性がある。J2 のチームに行く可能性があるってなると、まあ、ちょっとなかなか難しいよね。だからで、J1 だけがドラフトに参加ってすると、これちょっと不均衡が起こりやすいっていうことを考えると、全部が何十チームっていうチームがドラフトに参加して、有望選手が、まあちょっとね、資金面も施設面も不遇なところに行くっていうのは、選手にとってもプラスじゃないっていうところで、やっぱり2部3部っていうことがあるリーグ、あるスポーツっていうのは、やっぱドラフトとしてはできないっていうね。だから逆、アメリカンスポーツっていうのは、まあ、2軍がない。あ、2軍っていうか、2部、3部っていうのがない。全部1部だけっていうことを考えると、どのチームに指名されても1部のチームっていうことから、チームを、の強さを、の均等を保つっていうね。格差を作りすぎないっていうね。チームのバランスを整えるっていうところで、ドラフトを採用してるっていうところがあるんで、まあ、そこら辺のね、この違いもね、やっぱり一部がしかないところと二部三部があるところっていうのは大きな変化があると思うんだよね。だからまあここで俺が思ったのが、まあどっちにもね、そのメリットデメリットはあると思うけども、一番大事っていうところは、まあこれもいろいろある賛否あると思うけども、そのリーグを発展させていったり、見てる人が興奮したりっていうのは、多分優勝争いの方が興奮すると思うんだよね。降格昇格争いっていうのは優勝争いの次だよね。ってなった時に、降格昇格争いを作るのは、これ卵が先か鶏が先かの問題になるんで、あれなんだけども、やっぱり一部に所属するチームが多ければ多いほど、やっぱりこれね、昇格降格を作らないと、エンドレス消化ゲームになる。やっぱり。今、J リーグは20チームかな。20チームでもし2部がなかった、入れ替え戦がなかったと仮にしたら、多分最低でも10チームは始まってちょっと経ったらもうずっと消化ゲームみたいなね、感じになったら見てる人もつまんないしね。で、そういう風にして、まあ優勝チームは少なくなっていくけども争いしてる。でも、この昇格降格争いもあるから、そういったリーグとしてのドキドキとかっていうのを与える。で、まあ、選手もね、2部に落ちたくないっていうのもあるっていうところでは、まあ必要だと思うんだけども、多分ね、プロ野球で、もし1部2部を作るとするならば、だから仮にプロ野球界に入れ替え戦を、昇格、降格を作るとしたら、もうこれはね、1リーグ制にするしかない。で、そうなると、さっきのね、新庄監督が言ってたように、シャッフルっていうこともしなくていい。だからもう10球団、1リーグ制で8個ぐらい新球団作らなきゃいけないね。まあ今わかんないけど、俺が現役の時に1球団のまあまあ平均的な予算は100億円ぐらいかかるって言われてたんだよね。で、その中でね、先ほども言ったように、このアメリカンね、リーグとヨーロピアンのね、
アメリカン的かヨーロピアン的かっていうところのねことを考えた時に、安定的なっていうところをね、考えると、あと8個もプロ野球球団を持てる会社はないと思うんだよね。でそうなると安定的収入が得られない中で、ドラフトも分散していくと、もうめちゃくちゃ給料の低い球団があったり、めちゃくちゃ施設が整わない球団があったり、でももし仮にそれをドラフトですると、そこに大谷翔平が、ね、ダルビッシュが、松坂が、みたいなね、マー君が入らなきゃいけなくなる可能性もあるっていうことを考えれば、あと8個、まあ、最低でも 8?8? だから4つ増やさなきゃいけない。でもそれで、8個1部だったら、もう今のプロ野球で4球団2部だからね。そしたら、まあ、順位だけでいくと、日本ハム、千葉ロッテ、中日、で、広島が2部だね。っていうね、まあ、感じになってくるんだけど、だから、まあ、球団増やせないよね。で、まあ、1リーグ制にもうならざるを得ないっていうところはあるから、まあ、もしそれができるんだったら可能性ある。だから、その1リーグ制で、あと4球団増やして、今の、今年で言うと、もし今年からやるとすると、去年の5位、6位チームはもう2部スタートっていうね、感じで、まあ、できるんであれば、できないこともないけども、まあまあなかなか難しいね。一番最初にプロ野球界を盛り上げるっていうね、多分 大前提がある中での、みんないろいろなね提言とかね、とこだと思うの。まあ俺もそうだね、悪意あるとか悪気あるとかね、変わったこと言ってやろうとか、そういうのでね、やっぱプロ野球界を盛り上げていこうっていう、みんなそういうこの善の思いでいろんな発言をしながら、アイディアなんてね、もうあればあるほどいいのよ。でその中で何が現実的なのか、何ができるのかっていうところをね、現実的にしていくっていうことが大事だから、アイディアなんてもう100個でも200個でもあった方がいいのよ。でいろんなこと言って精査していっていくべきだからね、みんな全員でいろんなことを提言してると思うけどもね、俺はやっぱその再開争いよりも入れ替え戦争いよりも優勝争いの方がやっぱ盛り上がると思うわけで、考えた時に2部がないリーグだからね、メジャー MLB もそうだし NBA で今ね、プレーオフ真っ只中の NFL、 もうすぐ NBA もねプレーオフ入ってくるけど、春に向けてね、で日本のプロ野球っていうところもね考えて見たのよ。まあ日本一リーグ優勝っていうところをね、まあプロ野球でねちょっと考えてみたのよ。そしたらね、2000年以降で言うと、巨人、ヤクルト、巨人、ダイエー、西武、ロッテ、日本ハム、中日、西武、巨人、ロッテ、ソフトバンク、巨人、楽天、ソフトバンク、ソフトバンク、日本ハム、ソフトバンク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 、ヤクルト、オリックスっていうことを考えると、パリーグで言うならば2000年以降西武、ロッテ、日本ハムでオリックス、ソフトバンク、楽天って全球団が一応日本一になってんだよ。まあもちろんね、クライマックスシリーズっていうところのね制度に、っていうところもあるけどもね、日本一の回数で言うと一応全パリーグのチームがこの2000年以降は1回は日本一になってんだよ。セリーグで言うと、巨人、ヤクルト、そして中日っていうところが、まあ3球団が日本一になってんだけども、DeNA、広島、阪神っていうところは日本シリーズには出てるのよ。で、まあ、リーグ優勝っていうところで言うとね、まあ、横浜が98年になるから DeNA はね、これクライマックスシリーズから出たけども、まあ、日本シリーズで言うとね、セリーグも全チーム出てるわけ。っていうことを考えると、この2000年以降の、まあ、22年間、23回の、まあ、約20年、約20年で、全チーム日本シリーズに出てるって、プロ野球が、やっぱりみんな善意でね、この盛り上がるためにっていうところもあるけども、まずね、根本的な疑問としては、プロ野球界は衰退してんのかっていうね、ところにもなるわけ。もちろんこの野球人口が減ってるイコール、野球界の衰退じゃないと思うのよ。ね、この少子化の中、そもそも少子化でスポーツの多様化の中、野球、ね、人口だけ増えるってもうおかしいのよ、明らかにね。だからこれも下がっていくのは仕方ない。それがね、下がる頻度がっていうところはあるかもわかんないけども、それだけを取ってね、でテレビの地上波の視聴率だけを取って、プロ野球界の衰退っておかしいと思うよ。何をもって衰退かっていうところもあるしね。まあコロナ禍になってね、観客動員数とかいろいろはね、下がってるけど、コロナ前まではね、右肩上がりでね、観客動員数は上がってたわけで、じゃあ今だったらダゾーンとかね、スカパーとか CS とかね、いろんなところの視聴率で、ね、全部合わせればどうなんやっていうところは俺はいつも言ってんだけどもね。で、この YouTube でもね、里崎がね、YouTube チャンネルね、したらいろんな人がね、こうやって見てくれるわけ。それがね、やっぱ興味があるね。野球する人口も必要だし、野球見る人口も必要だから、する見るを含めて、俺はね、
野球人気やと思うわけ。って考えたらね、このやっぱりこの優勝を日本シリーズね、一番日本で一番権威のある日本シリーズに一応この2000年以降12球団のチームが全部出てるっていうね、全チーム、しかもパリーグに至っては6球団全チームが2000年以降日本一になってるっていうね、ところを考えるとやっぱそれは盛り上がるんじゃないの、やっぱりね。そういったところもあるしね、このねソフトバンクが 1,2,3,4 連覇した時はね、ちょっと残念ながら西武がねちょっとリーグ優勝したけども勝ち得なかったっていうところあるけども、このリーグ優勝もね西武はしてるっていうことを考えたら、これはこれでね埼玉の方たちも盛り上がるしね。メジャーリーグも見たし、 NFL も見たし、 NBA も見たけども、まあ、NBA はね、なんかレンジャーズとかあるけども、やっぱ2000年以降ね、やっぱその偏ったチームが優勝するってあんまりない。特に MLB と NFL は、 NBA は若干ちょっと偏んのかなっていうところあるけども、まあ俺もそこまでバスケット詳しいわけじゃないから、まあなぜなのかね、ちょっと専門的な人がコメント欄に書いてくださいっていうところでね、まあアメリカのねドラフトは特にウェーバーだしね、戦力均等化を図るっていうところがね、この一部だけのチームにとったら一番ので、共存共栄、全チームが幸せになってこのリーグを盛り立てていくっていうね、ところが多分一番みんなで守っていこうみたいなね、その代わりどっか一つが飛び抜けるだけじゃなくて戦力均衡化を図るためにね、まあ、FA あったりとかね、ドラフトをウェバーにしたりとかっていうところがねあると思うの。まあその中でもね、やっぱ資金を使ってるところが強くなるっていうところはあるけども、まあ2000年以降ねパリーグもソフトバンクお金使ってるって言うけども、全チームが日本一になってるっていうところはね、これはかなりいい影響なんじゃないのかなって個人的には思うね。まあ続いてね、ちょっとサッカーを見てみると、まあサッカーはね、さっきも言ったようにやっぱ2部3部があるチームっていうのはドラフトがないっていうところを考えた時に、結局は経済的もしくはチームネームバリューだったりするところに選手が集まりやすいっていうね、だから戦力の均等化は測れないっていうところがねあると思うわけ。やっぱりドラフトとかがないとね、まあこれがいいとか悪いとか言ってるわけじゃないよ。でその中でまあね、リーガエスパニョーラね、スペインのこれのね、まあ歴代優勝クラブを見てみると、2000年以降で言うと、レアルバレンシア、レアルバレンシア、バルセロナバルセロナ、レアルレアル、バルセロナバルセロナバルセロナ、レアルバルセロナ、アトレティコマドレード、バルセロナバルセロナ、レアル、バルセロナバルセロナ、レアルアトレティコマドリッド、レアルっていうね。だから優勝してるチームがレアルとバレンシアとバルサとアトレティコしかないの。ほぼほぼレアルとバルサっていうところがね優勝してるのよ。でこれね、そうやっぱそうなんだと思って、面白いと思っていろいろ見ていったのよ。セリアね、ところで見ていくと、まあ2000年以降ね、ローマ、ユベントス、ユベントス、 AC ミラン、ユベントス、ユベントス、インテル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 、 AC ミラン、ユベントス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 、インテル、ミランっていうね。ローマが2000年に優勝してるけど、それ以降は20年間3球団しか、だから3クラブしか、優勝してないんだよ。まあ、ブンデスは、まあ、2000年以降、バイエルン、ドルトムント、バイエルン、ブレーメン、バイエルン、バイエルン、シュツットガルト、バイエルン、ウォルフスブルク、バイエルン、ドルトムント、ドルトムント、バイエルン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 、シャルケっていうね、ところで、だからやっぱりね、で、まあ、もう、プレミアム、皆さん自分で見てください。プレミアムを見たのよ。そしたら、万有が来てました。だから、そうなってくると、ドラフトがないっていうことは、まあ、いいか悪いかは別だよ。これ、いろいろ賛否あるからね。ってなると、やっぱりそのね、チームの、やっぱこのね、能力とかチーム力のバランスっていうのをね、まあ、保てなくなって、もうこういうね、今言ったように、ほぼ優勝チーム決まってますみたいな。もうほぼほぼそこですみたいな、感じになってくるとよ。まあそりゃ、もうその入れ替え戦でやらないと、もうなかなかね、厳しく、それだって1リーグ何十球団もいるからね。だからそういったところの、まあどっちもにもね、メリット、デメリットがあるわけよ。だからそう考えるとね、アメリカンスポーツにはアメリカンスポーツのいいところもあるし、そういう風に、まあもちろん連覇するね、球団っていうね、っていうチームっていうところも出てくるけども、いろんなところでね優勝するチームが変わってくるっていうねところを考えると、やっぱ応援してる人たちっていうか、まあ盛り上がり
ていうところに考えると、やっぱこの優勝っていうところがね、まあどのね、オリックスだって最下位からのね2連覇、ヤクルトだって最下位からのリーグ2連覇でね、でヤクルトね、おととし日本一、去年オリックスが日本一っていうね、ところも、だから最下位のチームでも日本一になれる可能性があるっていうところはね、やっぱこの盛り上がりっていうところはあると思うし、そう考えると、まあね、あのクライマックスシリーズっていうね、いい制度もあるしね、その終盤までね、消化ゲームを少なくするっていうところではね、だからその、まあそこを考えるとね、まあ何がいいかはわかんないけども、まあこの二つのことで言えばね、だからまあ12球団、シャッフル構想、確かに面白いと思う。俺もね。なればね、おお、まだこんなに1年間戦うんやーってなるとね、確かに面白いとは思うけども、まあ歴史背景とか、その裏でね、この地リーグを盛り上げていこうっていうしね、組織も作っていろんなことを未来見据えてね、動いてる人たちからするとね、やっぱりそういう人たちのこの影の努力とか影の頑張りっていうところを思うと、安易にその目先とかね、このキャッチーさとかね、この華やかさとかね、面白いっていうだけで動くのはなかなか難しいんじゃないのかなっていうところはあるよね。まあそれをするんだったら、やっぱりそのね、交流戦っていうところをもうちょっと考える余地はね、あるかもわかんない。その新鮮な、戦いっていうところをね、考えるとね。で、まあもう一つのね、その昇格降格っていうところのね、あの話もね、それはあったらあったらでね、またそのいろんなところでね、まあそれは面白いと、思うけども、そうすることによって、やっぱ2部3部を作っていくと、あの、ドラフトっていうところが、まあ、なくなって、あの、完全な、あの、自由競争の選手を集めるっていうところになっていけばね、球団の格差っていうところが生まれて、勝つチームが、まあ、ヨーロッパのね、サッカーだけでね、取られると、俺はもう、見てるわけじゃないから、なんでそうなるのかはわかんないよ。わかんないけども、そうなる恐れがある。もうずっと優勝チーム一緒、みたいな。もしくはもうこのチームとこのチームのどっちかが優勝みたいなね。感じに。で、たまにね、だから、プレミアとかでもレスターとか、レスターだよね、多分。優勝したら、ジャイアンツ的にドーっていうのも盛り上がるもあるけども、基本的には同じね、あのところが優勝してしまうってなると、まあ、それはそれでね、まあ、問題もあるんじゃないのかなって、まあ、サッカーファンの人はね、どう思ってるか俺はわかんないけどね。まあ、俺は何も知らない身としては、そこはどうなんだろうっていうところもあるしね。お互いのね、やっぱこのね、あの、メリット、デメリットあるから、一概にどっちに触れる、なきゃいけないっていうところはないと思うの。だから俺は率直にね、あの、この、あの、今出てるニュースっていうところを聞いて思うところは、まあ、こんな感じかな。だから、そこまで、まあもちろんね、全部がいいわけじゃないけども、そこまで日本プロ野球界の、やってる運営とかに関しての悪いとか、なんかこう大きく、ちょっとずつはなんかいろいろ変えた方がいいところはあると思うけど、大きく何かをシフトチェンジしなきゃいけないっていうところは全くないし、別に今のやり方でそんな衰退してるとも、俺はまあ個人的には思わないけども、まあね、皆さん、まあさだけどね。まあ長く喋りましたけどね。まあこういう意見もあるし、まだ言い足りないとことかね、もしコメント欄いろいろ見て、あ、またこういう風なことも説明したいの、あ、そういう考えもあるのかっていうところがあればね、またパート2というところでね、動画を出していきたいと思いますけども、まあちょっと長くなったんでね、あれですけども、まあ今日はね、動画のちょっと、撮るのが遅かったんでね、まあスタッフも編集ね、めっちゃ頑張ってますから出すの遅くなりましたけどね、ぜひ最後までね、ご覧いただいて皆さん本当にありがとうございました。もうすぐね、プロ野球キャンプ始まりますけど、佐々木ね、キャンプ地、行きますからね、で、キャンプ地からまた新しい新鮮な、ね、ピックアップニュースを、ね、皆さんにお伝えすると思いますので、ね、WBC もありますし、ね、皆さん盛り上がっていきましょうということで、ね、佐々木チャンネルをお送りしました、ね、賛否両論あると思いますけども、ね、皆さんのご意見、ね、参考までにコメント欄にお寄せください。そしてチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。